く取っちゃった、間違えて。もっとタイトルに第3章って書くべきだった。てか今道具見づれえからやめよう。あと4つ鎧集めればいいから、今何個持ってるかだな。それを見ずにやっちゃったよ。オメガチャンプルさんいらっしゃい。鉄の鎧が3つ、あと1つ。マジか、いいね、充実しておる。ケロさん、キューベさんいらっしゃい。あとコナミはびっくりマーク3つまで対応してます。ナムコも多分してる。いや、どうだろう、どうだろう、わかんねえ。コナミはね、一番古いやつ俺好きなの。あとなんだっけ、複数対応してるやつが何個あるんだよ。ああ、まああとこれからめちゃ増えるんだよ。よろしく。未実装だけど、もうそう。あ、俺が好きなのはどれだろう。違うかもしれない。ファミコン時代のやつが好きなんだよね。なんか PS3 も販売前はシェアプレイみたいな機能あるって噂あったよね、うん、いやいやいや、あれなんか、あ、ごめん、まずか、間違ってるな。あ、わかった、なんで間違ってるかわかった。ネットリコナミコナミは英語入ってない、セガが入ってないってどういうこと。アウトランナーズの対戦やりてーな。かきくけこ、コナミが2つがあるな。3つがないよ。あれ3つ入れてねえ。あ、ごめん、まだ入れてねえや。ごめん、まだ入れて、2つしか入れてない。未実装でした、3つは。ごめんね。よし、アウトランナーズは、あれでもみんなでさ、ゲーセンでやりとくね。100メガショー。それは最初から入ってるから。むしろ最初からと言っていいぐらい入ってる。SNK もバージョンがいっぱいあるんだよな。まだ入ってないかもしれない。入ってないんだ。はい、ゴールドマンさんもいらっしゃい。ローニクナンデさんもいらっしゃい。アウトホークシーズはまあ難しいんだよな。宝ないね。宝探したけどなかったのかな。革の帽子ってなんだよ、お前。かぶっとけよ、お前。アンダーカバー。カレー飯。カレー飯、そこで急不意のカレー飯。ワコ帽子。そして兄貴が来た。昨日ゲーム屋で、はい、白人の人がネオシオとバーチャルボーイ買ってた。どこだ。秋葉じゃないか、そんな。中野か秋葉ぐらいしかないよね。皆さんいらっしゃい。よし、カープ。そっか、コナミ未実装だったか、ファミコンバージョン。よう。つくターン。渡るさんいらっしゃい。燃やし尽くせ。てか、もう MP ねえじゃねえか、おい。MP なくなったらこいつはどうするんだ。あと1個なんだけどなー。ホームランどこ行っちゃったんだろうね。ホームランが消えたんだけど。ホームーラン。焼き様。入れられるね。ストライクはびっくりマークいらないんだ。古いやつはびっくりマークなしでもなるんだ。リバーブが。縛ってる?縛ってるかも。え、ラリホ、どうやって出したの?ベノム。はい。名古屋のゲーセンでファイナルファンタジー10くらいリプレディ&D アウトフォクシーズが一列並んでて絶対好きなやついるなと感じた。エリプレディ&D アウトフォクシーズ、あー、なるほどね。そっか、俺がゲーム屋の店員やると何になるかな。まだ3章やってるのか。3章長いんだけど、まだ全然終わんないんだけど。3章の長さがびっくりだ。2が長いって聞いたけど、3の方がよっぽど長い。もうトルネコの画像がねえよ。売ってた気がする。エリプレだけ何の役かわからない。エイリアン VS プレデターですね。エイプレとかエリプレって、役そう多い。後ろのやつ双子の姉妹の片割れだと思ってたわら。そうそう、それ、なんかよく言われるな。AVP だね。どっちかっていうと、バーサスだから。AVP って書くね。海外だと。双子の方、双子、ああ、吟遊詩人みたいなやつだね。踊り子と、何?姉?踊り子とその姉?
姉は占い師か。どう見てもおっさんじゃないか。考えてみればエイリアンをエリって略すのおかしいな。エイリーでしょ。そうなんだよ。エイプレっていう人もいるからね。姉が踊り子よ。姉が踊り子なのあれ。姉が踊り子。おいおいマジか、姉の方がはっちゃけてるパターンか、珍しいな。あれあれあれ、あと1本だよ、1本じゃねえよ、マジか。中古で ISS エイプレ見かけた時のがっかりか。 ISS スーファミ版ってこと。姉の方が実はしっかりしてんのよ。え、踊り子の方が、踊り子と踊り子モータさんいらっしゃい。はい、お金が随分手に入るな。売れ売れ。防具屋、え、防具屋、え、何の話。姉さん稼ぎすぎ、笑。姉さんめっちゃ稼ぐ。あ、もうルあれだ、キメラいらねえや。キメラって買い取ってくれんのかな。あ、姉だっけか。何が、え、どっち。わこ、姉さんの、姉さんがやばいんだよマジで。これ何売っても儲かるよこの人。弁当も売れよ、弁当屋やれば。ただちょっとカジノが好きなだけ。そうなの。記憶が正しければね。ほう、あ、回復しないと。回復しないと。こいつでも止まったら帰っちゃうじゃない。そろ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 お別れの時。めっちゃ、あれ、他の店の倍の価格で売るねねさん。ほう、ねねさんが嫁になってくれるなら他は何もいらないわ。でも多分ねねさんはそれじゃ許してくんないよ。握手券つけたら飛ぶように売れるわ。防具屋にあった気がする。あ、もうもう売ってるってことか。ね、ああ帰ったー。もうその稼ぎをカジノで使いまくるくらいだね。もう売ってるものなんだ。じゃあ仕入れってそういうことか。なんていうインチキ。いやーかゆい。ねねさんは1200円でこのショーが進むなら、いや買っちゃおうか。ことで価値を上げている。自分で一度装備してから。ブロマイド着てる写真付きだから。じゃあ待て待て待て、危ねえ危ねえ。そうね、村の人とか、ちっちゃい村にいたからじゃない。ガチガチガチな回答。ヨシヒコさんいらっしゃい。ああ、ボンモールでこうの喧嘩っての方が儲けはあるかも。そうでなぜかねねさんが試しに来てくれるのか。いいね。そう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 、こんな感じですっていう写真で、その写真付きだと飛ぶように飛ぶように売れる。あー、バイトだったもんな、確かに。なんだって。ミニアが姉さんだったらって、へー、ミニアとマーニャ。逆なの？あ、レベル上がった。は？これで、この金があの金が、だ、なん、なんだよ、おい。おう。なるほどね。あの、貿易が、貿易でいいってことね。まあ、そうだ、ねねさんがおかしいもんな。あの稼ぎ方おかしいよな。絶対なんかやってるよな。つこてるで。でだ。4コマ漫画だとミネアがグライをコンジャラーと間違えてバギ打ち込んでた。コンジャラーって何？なんだよコンジャラーって。キャバクラかな？え？何の金がかかるんだ。まあ、人を雇う金なのかなこれ。ねねさん、あなたのお風呂の商品に。この人は、このお金をあげる代わりに何かしてくれるわけ。販売のねね、仕入れのトルネコ。そうな。敵屋と桜みたいなもんだ。で、俺は王様に話せばいいのかな。覇者の剣はとりあえず手に入んなかったな。使用済み、使用済み。年齢。いや、ねねさん21だっけ。いくつだっけ。トルネコが48ぐらいじゃなかったっけ。ちょっとごめん、セーブさせて。けど寒さ、やっさんが2万、ねねさんが2億、5000円で出品してたらねねさんの店で買うっしょ。わっか。これさ、ドラッ、これさ、なんだ。結構プレイやってんな。10代でおっさんに孕まされたねね。そうね。16、15歳だっけ？マーニャなら3万でも買う。いや、そういう商売になるよ。逆に、来てないけど、ネットには流れるよ。
その正体はおっさんが。トルネコ48年目21息子6っていうのが当時どこかで見たけど、うん、そうだから15歳ぐらい、あそこのコンビニに可愛い店員さんいるから14歳ぐらい仕込んでんってならない、わらわら、いるからちょっと遠出ならないな、遠出まではならないな。鳥山明からはその説得力があるよね、あの頃の鳥山。て天空の剣の噂を聞いた。あれ前田利家は嫁が12歳の時に妊娠させてるぞ。いやまあでも昔はそんなもんでしょ、結構あり得る話だ。もう赤飯食ってるし、のその頃には、ま、早きゃとっくに食ってる。フラが立たない。あ、じゃあまあもうちょっと話を聞きたいんだな、仕入れの話を。前田利家に大切もあるよね。じゃ本人が確かに、確かに。ドラクエの時代に使うのようなもんじゃない。わら、ブラウザ1。ああ、ドラクエもそうだな。日本語打てないの治ったよかった。よかったよかった。嫁が10歳。嫁が10歳。あ、嫁が10歳ね。あるんじゃない、どうなんだろう。一方現代だと魔法使いになろうって人が増えてる現実は、ね、なりたくてなってんじゃないだろ。岩を砕く剣ってさ、硬さだけであって剣である必要ないよね。ちょっと江戸時代に行ってくるわ。そんなに簡単にいけるんだったら苦労ないわ。10歳、わら、光栄のキャラか。光栄のキャラって何？トルネコもネネさんと結婚する前の職業は魔法使いだったから、ね、どうなんだろう。トルネコの昔の話ってゲーム化されてないの？それがトルネコのダンジョン系の話かと思ってた。違うんだ。あら？あっちはだって30くらいで血の世界じゃん。なるほど。最高立志伝早く進めすぎると6歳の武将とか出てくるな。わらわら。早く進めすぎるとな。金がいっぱいあるから魔法使いな役ないだろ。この世界には金を払えばパフパフをさせてくれる人もいるから。今の時代にもマジで仙人になろうとしてどとのまま亡くなった貴族がいる。ええー。昔は人生50年やもんな。なるほど。いやいや最初はだって冴えない天人だよ。光栄は黒田官能へはプロフィールが15歳だった。5歳までアルバイトの日々のトルネコが金ガールだと。おう。あ、これ止まっちゃうじゃん。まあいいわ。50代までアルバイトの日々。トルネコはなんだ、いくつだったっけさっき。よ、ん ?3、48か。弁当。あ、今動いたの今。一回破産してんじゃないの？一回破産。この頃51歳設定。あ、そう。ねね、一泊 500G。最高立志伝だ。12歳の武将が酒場で酒飲んで暴れてたりする。いや、当時は飲んでよかったんじゃないの？別に。おやおや、あとなんかやんなきゃいけないことあったかな？なんかあったかな？お金持ちに話を聞くか。ああ。何も変わらないよーい。あの金を、まだ。あ。はあ。そら鬼畜系薄い本が出るわけだわ。何の話さ。なぜか伊達政宗だけ成長する戦国無双。何それ。カジノあ、そうだ。そうだ、ちょっと聞きたかったんだけどさ、歴史、戦国時代とかに詳しい人に教えてほしいことがあるんですけど、今さ、信長コンチェルン、いや、コンチェルと、やってんじゃん。あれって本能寺で焼けるまで何年かかってんの？ドラマ的にはあれ、年齢、年取っちゃまずくない？どうすんの、あれ。コンチェルン、わら。吉田コンチェルト。はぁ、成長してるってちゃんと。人生50年。あん、50歳で死んでるってことじゃ、あれ。燃えながらにして。いや、待て。焼けた時49歳。じゃあダメじゃん。高校生の、小栗旬が50歳までになっちゃうじゃん。タイムスリップものとしてちょっと難しくなる。タイム風呂敷がないと、どうなっちゃうの？夢落ちか、やっぱ。夢落ちな気がする。その時の一般的な成人男性の寿命は50歳と言われていた、うん、まあ金持ちでもそんなもんでしょ。だから平民だったら多分もっと短い。49だったんだ。
お邪魔しますぞ。参照か。うん、参照です。スターダイレクト配りの特殊メイクで解決さ。うそーん。1年間、焼け続けるのかな多分あそこの焼けるところで俺はなんか戻るんかなって言ってたんだけど、なんか違うよね。大丈夫だよ。49歳の信長が焼ける前に19歳の信長を連れてきて焼けばいい。大河ドラマなら童顔がメイクとつけひげでジジイまでやってるし大丈夫。なるほどね。いや、そういう意味じゃなくて、だって高校生がタイムスリップしちゃった話だから、どうするのかなと思って。年を取らせることに問題があるんじゃなくて、タイムスリップものとしてどうなのかなっていう。西田敏行出ているんだって、すでに。なんか変なヘビみたい。ヘビじゃなくて、なんていうんだっけ、あれ。あの、嫁のお父さんが西田敏行なんだって。だからダメだよ。ダメっていうか、そんなイメージなの、あれって。あ、嘘。竹中。マムシ。あ、マムシは、ヘビっていうんですよ。毒があるバージョンだった。あ、待って待って。そこら辺の設定はタイムスリップありな時点でどうとでもなります。おお、赤マムシ、うん、あれは幕末六九みたいなめちゃくちゃなギャグだと思ってる時空の旅人みたいに時の旅人父さんはどうじゃん柴咲コウもう32か。おお、いくつの役だよあれ。10代の16歳くらいの役でしょあれ。てか小栗旬もだから16歳くらいの役なんだあれ。焼けて帰ってくる、なんだろうね。だ俺見るよ多分。ヌーベイと信長は見る。歴史創作もの被害者筆頭は信長と新選組だよな。そうなんだ。帰ったらおじいさんになっていました。最終的には鶴になる。ちょっと待って俺な、待って分かった。戻ろう一回。西田敏行って徳川将軍のうちの5人くらいやってるよね。比較画像はよ。ヌーベイは無理だったな。ヌーベイはね、あれは逆に笑えるわ。雪目がそうな、そうなんだよな。新選組は子も軍団にされたりしてるし。それ別ギャル。なんだ、BL ゲーってこと？あれひどいな、デジャブ感あるよね。バトルシーンがすごいデジャブ感ある。最近の信長で画像検索すると女が出るんだよね。なんでなんで？モコズキッチン目当てで見るんだよね。ああそうだな。もう東京ガスの CM みたいにタンスから出てくるので言え。ああはい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 。キッチンじゃないの？昨日ヌーベイ見たけど変なおっさん。学芸会に。頻繁に魔王で化け物にされる信長さんマジシーン。本当だよ。学芸会に失礼だろ。ヌーベイはただのドラマとして見てもあれだ。うん、ひどいよな。吉本が一番被害受けてる気が。誰？今川なんで？女体化されたり好き放題。卵がオリーブオイルで妖怪を倒すなら言います。タマモがタマモ、それをタマモがか。あー、ありうる。え、銀玉って史実の人なのあれ。マジか。よしひこの方が面白かった。今川さんは最近はマシに。そうなの、いつがひどくて、何の作品なのひどいのは。あれ、ちょっと待って、これいけない。発表前はキャストで判断しないでくださいって言ってたんだぜ。判断して正しかったじゃねえかよな。まあ真面目に見てる人なんかほぼいないだろ。出てる役者が好きな女の人とかでしょ。まあな。金太郎ってこと？金玉は登場人物の西実から引っ張ってるだけでしょ。あ、そうなの？関係ないんだじゃん。信長の野望、設定はみんなイケメン、まさにだくと。金玉は銀さんの鎧。多分初期は坂本優馬だったんだけど、特に出たね。ええ。外人をもじってる。一文字変えたのが多くてテストに影響出たって話。おい。ヌーベイが鬼の手出した曲を。おい、なんかいるぞ。だけどそんな時も僕はオリーブオイルで解決。うん。一応幕末が題材っぽいよ。あ、そうなの？感想掲示板は相当の検閲がかかっている。おう、検閲、ああ、そうらしいね。縦書きになってたね。テストの影響って面白いな。特に間違えるのは女と見た。糖尿病って面白いな。あの時代で糖尿病だったら生きてらんないよな、絶対。人工透析とかしてんのかな？そこのレベルじゃないのかな？なんかすごい、微妙というか、変、ずいぶんずれてる。マジで、銀魂男読んでんのかな？もっとエロいの読んでんじゃない？全員女体化した某アニメ。あ、アニメがあるのか。あんたの家の方へ知らせる。は？何すれば進むんだよ話。もうやることないんだけど。そうや、ねねさんに何か持ってくしかないな。様は槍の名人だったはずだけど、対抗立志伝で武力最低クラスだったな。ラノベだっけ？カジノじゃない？カジノの話してたよねさっきね。でも
いや俺ちょっとバイトしよっかなと思ったけど、任意投票の時に言ってたか、紛らわしくてテストで間違えた、手ハガキが来たとかなんとか、ゲームハードですら女体化する。まあ昔からだよ、ゲームハードは女体化されるから。男にされることはあんまない。全員女体化した。某エロゲー、あエロゲーか。体力に補正かかる雪村、三国志の方も大概何にでもなるよね。あそうなの。こんな体化後作品くらいある。へえ。恋姫無双の話か。あーそれか。進まなくて困ってる。カジノ行って何か一回でも遊んでみる。マジでそれで時間が経っちゃうの。ちょっと一回バイトしていい。ハジャの封印が解かれる。来い。よし、じいさんを押すあたた。あというか真田コウソンって活躍した時はすでにじいさん。コウソンはいじらないでください。コウソンはコウソンのままでいいんだよ。コウソンは教育しちゃダメ。ある日突然三国志全部ガンダムでやりましょうって始まった時はさすがにひっくり返った。あ、ガンダムは三国志もなってるもんね。え、そうなの？なんか戦国バサラでは若くない？これ持ってくんのかな。雪村さんもう歯が抜けてたじいちゃん。そうなの？ってことは主役級機関車も女体化されるってことか。主役級機関車って何？トーマス？戦国ランスの剣心様あたりから女体化ブームになった。戦国ランスにそんなのがあるの？わらわら。 B カップ？トーマスなの。買ってけ。剣心様さんは女性説があるからね。あ、え？男勝りってことだ。後ろからも前からもいけるね。そういうことかよ。戦国ランスより当選のが前じゃね。あーなんだろう。っていう老人の名軍師がいて、その追い高が真田高村で関ヶ原当時は鹿武者。大阪城に入った時白髪で背が低くて歯抜けのじいさんで大丈夫かこいつ。マジで。から思われたって資料が残ってる。こいつなんか変な格好する。え？マキセリホ？誰だっけ？幕末純情伝だっけ、なんだっけ。見てえな、今見てえな。さんの次男坊だね。よっしゃい。次男坊、ちょっと待って。剣心様は結婚しなかったから。へえ、バイケン。よくわからんね、歴史も全くわかんないからもう。全く覚える気がないわ。タイムスリップ戦国もので山本太郎が出てたのはなんだっけ。戦国自衛隊の新しいやつかな、なんだろう。クロスボウ、ああ、買っとこうか。死因も婦人病って霧もあるね。婦人病？死因、死因。へえ。わかんないんでしょ、はっきりは。死体とか残ってないでしょ。死体ってやだな。死体が放置。雪村、とりあえず赤くしとけ。そうなの。あと残ってる手紙が一日半の都会に出た息子に書いたみたいな内容なんだよ。剣心様様ドラマであった気がする。なるほど、ね、山本太郎修学旅行で飛ばされたやゆだっけ。バイト片手に日本史話。卒業旅行日本から来ましただっけ。絶対違う。頭をよぎった。バイトの片手は日本史。片都市分は偉いよね。今もジョジョ連載してるのに、上杉謙信様は定期的に出陣しない日があって、月経週刊誌に出たとか言われてる。岡本太郎？うん、岡本違う。山本の方だ。定期的に出陣しない日があって、ああ、嘘！すっげえ。アイドルの月の日のあれを追ってる人みたいな。へえ、マジでか。ハジャじゃなかった。鎖釜売っちゃえ。おい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 。どうしたこいつじゃない、これ見たことないよ、これ。あ、あ、そう。剣術は上手くなくてもいいんでしょ、別に。カリスマ性があって、人がついてくる何か美味しい匂いがすれば。それで成り立つんでしょ。おっす。鎖が。よし。おーい。お前たち。てか待て待て、ハジャの剣っていくらだ。拳が口に入れば OK。 何の話だ。そもそも竹に火出てたら前線にいるから生き残れそうにないし、ね、あーなるほどな。あり得るね。だいたい美少年にしてもらえる新蘭丸。あれ森蘭丸ってなんだっけ。信長の月の人だっけ。森蘭丸はそんな蘭丸っていう名前がもうなんかそういう位置づけになっちゃってもね。信長の IGN、IGN 嘘。マジか。ハジャの剣。はーはーい。買う。来たよ。ついに来たぞ。あ、もう見せしめようぜ、もう。これどうすりゃいいの。近いけいの。なんで
この店はこんなにお客さんが来るんだろう。ねえ。吉川、はい。新蘭丸は父ちゃんも兄ちゃんもガチムチだから美男説否定されてる。へえ。ついに来た。わら。よし、買い漁ろう。買い漁れるこれ。買い漁る？金足りるかな？やってよかった。いないし。あいつ。あいつ何してんね、一回どこ、やどややどや、来ねえんだよ。一本しか買えないんじゃ。一本しかない。なんか出た。力の種が出た。ああ。何それ誰だよ。はあ。自宅かい？自宅帰ったらなんか話進んじゃいそうじゃね。一回宿屋に泊まってもう一回来るわ。ここ宿屋泊まれないんだよね。めんどくせー。入り口がこっち北側にある建物全部めんどくせえ。これそしてここ泊まれなくてめんどくせえ。こっちかい。はあ泊まらせないスタイル。森の兄連中が当時全員当時でもドン引きされる時、いやドキュンで偉い人いただろうな。あれこれマップが分かんなくなっちゃった。どこ行けんの俺。違う夜になっちゃったよ。明治維新の人々を女体化しよう。なんだって？もうされてんじゃないの？明治維新って誰？あ、龍馬とか？もらった70ゴールドもらった。ランマルのお兄ちゃんは味方の門番にムカついたからそいつくり鋼のすぎスライムか。はぁ、あ、敵所でやめられてカチンと放火して、はぁ、あ、森の兄ちゃんね、カリスマ性のあるやつは大体毒んじゃないのって現代見て思う。うん、マービ系と表現されるそれか、の芝居とかで都合いいからね。ねどっかの大企業の社長とかああいうのは武将、今で言うとか昔で武将だったのかなみたいなとか思う。カルロス・ゴーン。いや、待て。新選組はもう女体化されてない。新選組はそんなにいい話ねえからな、調べていくとな。年家なんて、信長の親戚切って謹慎処分くらったことあるよ。え？切っちゃ、切って謹慎？すぐにやられまくってる。すでにやられまくってる。やっぱやられてんだ。外国の武器商人。ほー、なんか面白いね。なるほどね。え、孫正義は危ない。でもなんか俺やっぱそういう人がやっぱ今で言う昔で武将なのかなってちょっと思う。社長本田宗一郎。あったあった、懐かしい懐かしい。おう、え、ジャック、え、なんで燃えよけだね。燃えよけ、そう懐かしい。パチスロとかなってたよな、無駄に。宿屋泊まっていこう。はい、モブキャラチーズハゲの剣ください。うん、今じゃすっかりやめて。笑マジで、この時代で謹慎ってやることしかないしな。ちょっと待てよ、桜大戦かなんかのパチンキスロからなんかとんでもない当たりすぎてさ、回収とかって柴陽太郎の小説がなかったらただの悪役止まりなような。そうなの？だけどめちゃくちゃ人気あったよ。あれ名機扱いなのか。んらしいよ、初代のみだけどめちゃくちゃ人気あった。へえ、柴陽太郎あったよね、初代だけかい。最近になって、おい、なんか鉄の悪役じゃないかって思われてるね。ああ、そう。すごい厄介な人たちだったってこと？まあ、描き方次第だよな、死んだ人なんて。わかんねえもん、調べても。てか、調べられねえし。女性か、擬人か、節操なくて。柴陽太郎より前に小母沢博士の小説でブームになってる。ていうか、次枠だな、これ。さあ、覇者の封印が解かれるとき。桜ってご意向でないのかな。出たか出てないか。出る予定だったけど全部なくなったね。いくらの？いくらの？新選組詳しい人は銀河烈風爆心ガーも見てみよう。じっと楽しい。マジか。明治頃あれ安くね？武将をラオウみたいにでかく描いたりしてたらしい、ね。覇者の剣だったね。馬車の剣かも。まさかの売れ。お弁当はいる。はあ、力の種使うか。あー、危ない。次枠です。勉強になるな。
モビルスーツこの枠はもう20年くらい前にはあったね。ああ、なんだっけあの人。おつこっち平地下じゃなくてなんだっけ、金井美香、違う。